犬、どっちが強いのかニャ。先住猫と新入り猫の威嚇対決。先住猫と新入り猫が仲良くなってくれるかどうかって、猫を飼っている時のよくある悩みの一つですよね。仲良くしてくれるとありがたいんだけどという飼い主さんの声が聞こえてきそうです。今回は、先住猫と新入り猫の威嚇バトルの光景をご覧ください。あおら。ゆっくりと新入り猫のアメショーに近寄っていく先住猫。近い、近い。シャカラ。と、案の定威嚇しちゃいました。誰もが思うのは、ゲージがあってよかった、という思いでしょう。今にも攻撃しちゃいそうな勢いです。怯える新入り猫。ただでさえ小さいのに、余計に小さく見えます。それにしても、先住猫、狙いすぎ。もう一度、シャー。今度は、ベージュを挟んでいますが、超至近距離。新入り猫も近寄っていっています。平気なのかな？怖くないのかな？と思った矢先、シャー。今度は新入り猫が威嚇。なんだか、先住猫が、無やるな、お前。と言っているような気がします。一瞬カメラに向けるこの表情も、瞳孔が開いていて、戦闘モードなのがわかりますね。しかし、よくよく見てみると、毛が逆立っておらず、耳も後ろに沿っていないので。警戒はしていますが、興味の気持ちの方が強そうに見えます。そんな姿も、猫好きにとっては愛おしいんです。いつかはこの2匹、仲良くなってくれるのかなと、今後がとても気になりますね。この先住猫と新入り猫の威嚇の様子の一部始終は、こちらでご覧いただけます。新入り猫のシャーに特にご注目ください星。